ポルシェ911ポルシェ991ポルシェ991は911の7代目モデルである。2011年8月23日、新型911カレラ及び911カレーライスが正式発表され、翌9月のフランクフルトモーターショーで世界デビューを飾った。同年11月10日より日本での受注開始。 2012年8月27日に彼ら4を呼び、彼ら 4S の日本での受注を開始した。2013年5月3日にターボモデルである911ターボが発表され、日本では5月14日から受付を開始した。最大の特徴は車体への軽量金属の大幅な導入であり、これによって997型と比較して合成を高めつつ、6 0ラムの軽量化が、 図られた。軽量金属は主にアルミニウム合金が使用され、ドアフロントから、ボンネットの外装など広範囲に用いられ、スチールアルミハイブリッド車種と呼ばれた。またセンタートンネル近辺には、マグネシウム合金も使用された。997型と比較して、A ピラーは寝かされ、ヘッドライト間の距離も長くなり、ホイールベース、全長も延長され、 全体的に997型と比較して、ワイドローの印象が強くなったが、前高はほとんど変化していない。ホイールベースの延長は主にレース活動サイドからの要求で、フロントのトレッド幅の拡大も同じ理由による。空気抵抗係数は997型と変わらず0.29である。最大幅は 1810mm で997型と同一である。 外装部品に関しては996型、997型で不評だったボクスターとの共通部品の使用はなくなった。ただし従来同り車両内部の部品については車肢やエンジン、サスペンションアームなど多くの部品をボクスターと共有している。エンジンの搭載位置は変わっていないがホイールベースの延長に伴い後輪の位置が 代わりドライブシャフトとトランスミッションの角度がより好ましい角度に修正されている。ホイールは911カレラで19インチ、911カレラ S では20インチが標準装着された。911カレラ S では従来通り PSM、PASM が標準装備された。またアクティブスタビライザー、ダイナミックエンジンマウントなどの機能がオプションとして新たに用意された。 パザムも4つの車高センサーが追加され、制御精度が向上した。リアエンジンフードを開けてもエンジン本体は、目視できず、オイル交換や冷却水追加などのメンテナンス用の開口部となった。可動性リアウィングは面積が拡大され、立ち上げ高さも増え、より効果的に作用するようになり、スポイラー自体も20%軽量化されている。 乗り味としては997と比較して、さらにリアの安定性が増し、もはや RR を意識させられない印象で、996から997とは完全に異なった乗り味になっている。このため911らしくないという声も自動車、評論家から聞かれたが、特にホイールベースの延長によってピッチングが抑制され、 より上質な乗り心地となった直進性や高速コーナーの安定性が増したとされた。内装はセンターコンソールの両側にスイッチ類が並べられるパナメーラに準じている。中央タコメーター右側には VGA ディスプレイが用意され、左右前後方向の G など様々な情報が表示される。997と比較して、 ホイールベースが延長されたが、室内の居住空間は997同等で、広くなっていないが、レッグスペースは6ミリメートルと、わずかに拡大している。室内高は997型と普遍。唯一後部座席背面の荷物収納スペースが、明らかに広くなった。フロントのトライク容量は997と比較して、減少した。運転席のペダル類は、 アームの断面積を拡大して剛性を向上させている。エアコンディショナーは左右独立温度調整システムとなった。また日本仕様には全車にクラディオン製オーディオ統合型カーナビゲーションが搭載され、オプションで坊主製サウンドシステムに変更することも可能。911としては初の電動可動式サイドミラーもオプション設定された。サンルーフは アウタースライド式となり、従来式と比較すると、室内スペースの犠牲が少なくなった。サンルーフの状態に対応して、リアスポイラーの角度と高さは、自動的に最適位置に制御される。2013年3月5日、ポルシェ996から、カタログモデルとなっている 911GT3 が、サロンはアンテルナショナルドロトにおいて発表された。 日本での予約受注開始は3月12日からとなっている。911GT3 の発表は2013年であり911誕生50周年の節目の年であるため、2013年3月、現在のカタログのページには91150スアニバーサリーのロゴが入れられている。2013年6月4日、1963年の 初代911から50周年を迎えたことから、91150th anniversary edition を発表した。生産台数は1963年にちなみ1963台生産される。911カレラ S をベースとし、リアには 50th anniversary のエンブレムが装着される。2014年1月14日、ポルシェ AG は911タルが4。 911、タルガ 4S を発表した。991型は、初代901型、930型、964型に採用されていたクラシカルなタルガをモチーフにしている。993型、996型、997型のタルガモデルは、リアウィンドウと内部で重なる形で、ルーフが格納される仕組みだったが、 991型は、リアウィンドウが競り上がり、布製ルーフが折りたたまれて格納される仕組みである。後期型カレラ 4S2015 年3月3日、ポルシェ AG はサロンはアンテルナショナルドロトにおいて、911GT3RS を発表した。2015年3月23日には日本でも予約受注を開始し、 ポルシェ G は2016年始めまでに2000台を生産することを目標としている。後継となる992型のデビューに伴い、2019年12月20日をもって生産を終了した。エンジンは997型のエンジンをベースに新開発され工程が 82.8mm から 77.5mm に短縮された。911彼らのエンジンは、 981型のボクスター S と同一で従来モデルよりも排気量が 200cc 小さい新開発の直噴 3436cc 水平対向6気筒自然吸気エンジンを搭載する。最大出力、最大トルクの発生回転は共に997型のエンジンと比較して高回転化され、最高出力は 350PS、7400。 RPM、最大トルク 39.8Kgm、5600RPM で排気量が減少したにもかかわらず出力は増大している。高出力バージョンのカレライスは、先代モデルと同排気量の直噴 3799cc、自然吸気ユニットを搭載しながら、最高出力は 15PS 増となる 400PS、7400RPM、 最大トルクは 44.9kgEM を発生する。911カレラと911カレラスの排気量の違いは内径の違いによるもので、工程は 77.5mm と同一である。減速時に集中的にバッテリーへの充電を行う改正システムとアイドリングストップ機能も導入された。燃費改善のために、ステアリングさえも911としては初めて、 電動化された。冷却水は室内メーターでは摂取90度と表示されるが、従来85度管理だったものが105度まで高められ、エンジンとトランスミッションの摩擦を低減し2%の燃費改善をしている。交付火事にはエンジン保護のためにサーモスタットを強制的に開口させて、水温を85度に下げる制御を行っている。1 0 0トルあたりの走行に必要なガソリンは、 アイドリングストップで0.6リットル、エンジントランスミッションの温度管理と、バッテリー改正システムで0.35リットル、PDK の空想システムで最大1.0リットル、電動パーステアリングで0.1リットル、削減された。911カレラ S も997型と比較して最大で15%の燃費改善となっている。ラジエーターは左右分割されて、 前輪前に配置され、裏側にエアコンディショナーのコンデンサーが設置され、その後方にい出し式の電動ファンが付く。燃料タンクは64リットルで10リットルのリザーブタンクが装備される。オイルポンプは997型を改良した可変容量式で土質量を無段階に調節できる。911カレラ S には、 可変吸気システムが備えられ 3000rpm と 5000rpm を境にチャンバー効果を3段階に変化させている。吸気システムにはサウンドチューニング用に様々な工夫が織り込まれている。エアクリーナーボックスには吸気音を解放するために4箇所に穴が開けられ、インテークサイレンサーの手前には可動フラップが設置され 4500rpm-6000rpm で、 解放され、吸気音を濁す、周波数成分を減らす工夫がされている。吸気管からは、吸気音をキャビンにいに伝達させるために、サウンド信ー座が採用され、スポーツモードをオンにすると、バタフライバルブが開き振動板を経由した、共鳴管の脈動音が、リアシェルフに伝導される。エキゾーストシステムは、カレラカレライススポーツエキゾーストの3種類存在する。 カレラエストエキゾーストシステムは4本出しであるが、末端で4本に分割されているのはなく、バルブによって経由するサイレンサーを制御して、排気抵抗と排気音を可変するために4本開口となっている。7速 MT と7速 PDK が設定され、PDK 車はネットックモード燃費で従来モデルより約 2km リットル向上し、8.2リットル 100km を達成。 二酸化炭素排出量はポルシェのスポーツカーとして初めて 200gkm を下回り 194gkm を実現した。PDK 仕様においては下り坂など空想状態と判断されたバイクラッチが自動的に切られてエンジンがアイドリング状態となり燃費を改善するようにプログラムされている。急加速を繰り返す状況ではエンジンブレーキを優先させ、 この機能は作動されない。シフトショックなども997型と比較して、制御が改善され、より軽減されている。7足 MT は7足、PDK のトランスミッションケースを利用したものになり、誤った、シフト作業を避けるために5足と6足からしか7足に入らないように、ロック機構が組み込まれている。PDK と比較して3速が若干入りや、 7速がローギアとなっている以外は、ギア比は7速 MT では、時速 100km 走行時に5速で 3000rpm、6速で 2400rpm、7速で 1800rpm となる。クラッチは997型より重くなっており、シフトフィーリングも悪化しているが、これらは PDK ベースであり、 機械式アクチュエーターで PDK システムを駆動していることに由来している。911カレラ S にはトルクベクタリンクが標準装備されたが 7MT と PDK モデルでは PTV の動作方法が異なり 7MT モデルでは機械式 LSD と後輪のブレーキ制御介入で実施されるが PDK モデルではデフ内部の多いた油圧制御クラッチと後輪の ブレーキ制御介入で実施される。ロック率は、双方とも25から27%と同一である。911カレラは997型と比較して、フロントブレーキディスクが 318mm から 330mm に拡大され、911カレライスは前後 330mm だったものが、前側が 340mm に拡大された。 911カレラは前後4ポットキャリパー、911カレライスは前6ポット後4ポットキャリパーが装備され、オプションでカーボンディスク採用の PCCB も設定された。PSM も旧世代に進化し4輪のストローク量変化より路面の凹凸を測定して路面状況を推定する制御を盛り込んでいる。2015年9月にフランクフルトモーターショーにおいて、 マイナーチェンジモデルの911カレラ、911カレラ S が発表された。新型では従来の自然吸気エンジンに代わり、ライトサイジングターボエンジンが搭載される。また、2015年10月に開催された東京モーターショーでは、カレラ4及びカレラ 4S のマイナーチェンジモデルが発表された。2017年6月30日にグッドウッド。 フェスティバル・オブ・スピード2017にて GT2RS が発表された。2017年9月20日に GT2RS はニュルブルクリンク・ノルト・シュライフェで当時の行動走行可能な量産主販車の最速ラップレコードであるロップに47秒25を記録した。タイヤはミシュランパイロットカップにタイヤであった。ありがとうございます。